国際社会に出ても押し出しが強い。喧嘩に強い。親分肌で面倒見がいい。かっこええな。関西弁丸出しで、隣の大男を持ち上げたのは、高市早苗前経済安保省だ。17日午後4時過ぎ、JR 八王子駅前、浦金議員の応援案下中の彼女がこの日、マイクを握ったのは、萩生田光一元政調会長の選挙区だ。 萩生田候補は裏金2728万円で、役職停止1年の処分を受け、自民の公認を得られず無所属で出馬。旧統一協会、現世界平和統一家庭連合との深い関係も指摘され、かつてない厳しい選挙、本人は自業自得だが、捨てる神あれば拾う神あり。グループ拡大の下心があるとはいえ、 高市氏のように救いの手を差し伸べる人もいる。それも意外や女性が多いのだ。15日の第一声に有村春子元女性活躍賞が駆けつけ、16日は安倍元首相の妻、昭恵氏が支援者に挨拶。主人の分も日本のために頑張っていただきたいと涙の訴え、工事前の13日には保守論客の桜井義子氏が、 ミニ集会に出席。党開票日、27日前の5日間はスケジュールが空いているとし、ほとんど毎日、選挙を手伝うと宣言した。ため書きの最も目立つ位置に、小池都知事。選挙事務所にも、三原淳子、子ども政策省や生稲き子参院議員らの、選挙応援ポスター、ため書きがずらり、事務所奥のひときわ目立つ位置にあるのは、 小池百合子と知事のため書きだ。24区には小池知事の息のかかるファーストの会が支援する国民民主党の公認候補がいる。それでも知事が萩生田さんをバックアップするのは非公認とはいえ自民とのパイプ役を期待してのこと。終盤にギリギリで勝てそうな状況なら知事も恩を売るため応援に入るかもしれません。女性だらけの選挙戦で まるで時頃の萩生田候補は、八王子生まれ、八王子育ちの唯一の候補を前面に打ち出し、地元愛を猛アピール。街頭演説で、市議時代から30年以上に及ぶ地元への貢献を強調するだけでなく、事務所の X では、八王子プライドのハッシュタグをつけ、連日、萩生田候補が、八王子グルメを紹介中だ。古のあるうどんが、特徴の人気店なんて食リポもこなれてきた。 対立立。候補ののの元参院議員は、共共産党との事実上の共闘関係が成立選挙情勢は現状萩生田候補と大接戦だ非公認で小選挙区を落とせば即ただの人選挙後は女性への好感度を生かしグルメリポーター萩生田光一が爆誕するのか以下はネット上の意見をまとめたものです 地元だろうと何だろうと統一協会との関係、かけ問題、裏金と説明して、審判を仰ぐべきで何の説明もないのはおかしい。応援者もその辺をしっかり説明してもらいたいですね。対立候補ももう少し地元の人が納得するような候補者がいなかったんでしょうかね。本来なら対立候補がダブルスコアで勝てる状況なのに。秋江さんが河口湖の別荘で 安倍さんや萩生田さんとバーベキューをして家族ぐるみで付き合った思い出を語った云々がありましたねあの盟友の加計学園の理事長とさんと一緒に写真に写っていたパーティーのことですねと皆さんを思い出してしまって逆効果のようなこういう円故主義が日本の発展を妨げていることにお気づきでない方をありがたがるのってどういうご利益があるのでしょうか 今回の選挙は大義が分かっていない国会議員が多く裏金事件が正当化されそうです。自民党の森山幹事長と小泉選対委員長が許していたら大変なことになります。裏金事件は反省されていません。統一協会とも関係があったはずです。応援演説だけは自重してください。この人たちに実績はあるのか アベノミクスは物価が上昇しただけで国民の生活は良くなったのか。確かに一部の人たち、企業経営者、富裕層は儲かったかもしれない。貧富の格差はますます開いた。この人たちはお友達に獣医学部を作り、選挙では反社会団体の旧統一教会の支援を受け、企業からの献金は裏金にして脱税した。良かったことは何もない。有権者は 自分の生活を見つめ直してから投票に行くべきだ。孔子も裏金議員ばかりの推薦だから、裏金議員の応援に回ってるのはわかるが、さすがに常識ある国民は、旧統一教会と裏金議員には投票しないだろう。せっかく極右支持者から応援されてる、孔子は、裏金旧統一教会議員と同じと見られますよ。旧安倍派の結託を見てると、 高市氏が総理になっていたら日本が良い方向に進んでいかなかったのではと思える安倍政権時代は数々の疑惑やそれに対する虚偽答弁あらゆる政治の闇を突き進み国民の声は届かなかったそれを繰り返さないためにも萩生田氏には退場いただきましょうこのような流れができたきっかけは三条被告の銃撃事件だったんでしょうね 岸田や菅は安倍派議員の排除に躍起。保守志向の議員を少しでも減らし、利権を独り占めしたいだけ。自民党の存続より利権を優先する輩にはちょうど良い話題なのだろう。裏金も利権も醜いことには違いないが、じゃあ野党はどうなのと言いたくなる。反対反対と叫ぶだけで信用されていないからこそ、票も議席も伸びない。 何でも反対するって公言している党首もいるが、責任持って、日本を任せられる政党はそうはいないように思う。裏金しかつつけない野党に票は集まらないだろう。応援に駆けつけているのが、総裁選で、裏金議員の推薦を受けた高市早苗さん、統一教会の広告党として、命を落とした安倍元首相の奥様の安倍昭恵さん、それと安倍さんが大好きだった桜井よし子さん。 選挙期間中はあまり批判的なコメントを投稿してはいけないらしいので、これ以上は言わない。政治を進めるためにも良い書は止めて、新しい候補に期待したいですね。同じことの繰り返しだけは勘弁してほしい。ちゃんと説明して、有権者が納得することが最優先だと思う。やましいことがなければ何度でも説明できるはずです。信用できない人物です。 高市さんは東京で統一教会と深い関係のあった萩生田さんを素晴らしい政治家だと持ち上げる統一教会の被害者に頭を下げることなく関係を断ちましたと言っているだけの萩生田さん普通なら私のせいで被害を受けた方がいるかもしらないと謝罪する信じられません萩生田は今度の選挙に出馬すること自体がありえない 旧統一協会とのつながりは説明もせず多額の裏金も聖凛審で発言はせず逃げた。森の古文で旧安倍派議員と裏工作ばかり。こいつは政治家ではなく政治家であり、政治的貢献は何も聞こえない。反省もなく、説明もなく再び議員になろうとする根性が、わからない。今まで搾取してきた側と、その密を舐めていた。 地元権力者にお給を据えるのは、八王子で暮らしが豊かではない方々が頑張って、変えないと、また同じ時間が流れます。八王子から変わらないと、日本は良くならない。これだけ野党が乱立するのは萩生田にとって幸運だ。国民と変わり住民の足を引っ張って地味に恩を売りたいのかもしれない。与党が過半数割れすれば、連立入りが視野に入る。 統一教会癒着や裏金議員を代表するせいに崖っぷち中の崖っぷちに立たされた萩生田候補は今回の選挙の生贄にえ的な存在後任を切られて落選すれば自民党のみそぎのもとにされる運命なのか裏金に統一教会まともな説明してないのに謝るだけ選挙勝ったら無罪方面そんなことあるそんな人を応援する 投票するちょっと意味わかりません。この選挙区の人たちの選択を注視します。